戦う一年おさぞろいと見えるわしの出番か敵も去る者のようだ急ぎ救援に向かわんどうしようとっとと対抗棒を仕留めろ拾ってやった恩を忘れるなよ この者の力を見極めたいところだがいささか手が足りぬ三人がかりだ抑え込めないと。 押されてる！マジありえねえ！ここを行くとしよう。あいつ、向かう途中で逃げやがった！もしや、ヒコーラはアビアに導かれたものたちか？俺たちは、 天道士なる鬼を追っている。加勢してくれないか。おお、当てろ。風で押し潰せ。何も考えずに突撃とは、こういうのしだが、正真正銘のうつけだな。正則を見ている。弁慶を思い出す。 あいつは今どこにいるのか。今こそ敵対象を撃つ講義。わしの出番から軍も続くのだ。随分あっさりと思うのは、こりゃ何かある。わしの出番か。師匠殿、分かっているなら諸葛丹殿に説明を。けど諸葛丹が俺の言うことを聞くかどうか。 私が場外での援護を引き受けよう。安心して進むがいい。飛んで気に入る夏の虫よ。 今だ、試験同士、最高棒をひねり潰せ。承知した。うわ、やだかよ。俺としたことが半途じっちまったぜ。かような切削、読めぬはずがない。 わしの出番か。お呼びでしょうか。そんな必殺の策があっさり。わしの出番か。あとは任せた。お呼びでしょうか。 わしの出番か。伝令、長篠より援軍が到着しました。
ってくれたか、馬長殿。我らも奮起し、勝利へ邁進せん。実に素晴らしい。貴公だからこそ私の期待に応えられるのか。なんという活躍だ。目を離せば、これは呂布の戦に見入られているのか。足元を祭りじゃ。これ以上戦う意味もあるな。主天道寺か、あの妖力存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。いや負けなどあり。対抗ボードの至高の見事。いや、素晴らしい成果だよ。全知全能たる私の期待に応え。うん、あっぱれ。楽勝だな。ああ、あなたは素晴らしい。やるな。うまくいったようね。